キッカー・キッカーはドイツで週2回発売されるタブロイド版のスポーツ新聞。正式名称はキッカー・シュポルト・マガツィーン。1920年にコンスタンツで創刊されたキッカーが起源である。その後、別のスポーツ新聞としてシュポルト・マガツィーンが創刊されていたが、両者が1968年に合同し、現在のキッカー・シュポルト・マガツィーンが成立した。 1997年よりインターネットを通じた記事配信にも着手した。創刊以来、ドイツ国内におけるサッカー専門誌売上げ1位。1965年以降はブンデスリーが得点王を授与しているほか、ドイツスポーツメディアが選出する年間最優秀選手賞を授与するなど、長年にわたり絶対的な地位を確保してきた。 また欧州特典王やベスト11などを選出するヨーロピアンスポーツメディアの創設メンバーでもあり、その名声は海外にまで及ぶ。50ページ弱の記事は、その多くがサッカーの関連記事となっている。サッカードイツ代表については、もちろん、ブンデスリーガ1から3部の詳細などこう、データが示されているほか、レギオナルリーガについても記事が充実しており、 オーバーリーガについても主要なニュースが記されている。海外リーグ戦の順位表もあり、約20カ国の動向をつかむことができる。国内外の順位表には、クラブ名の脇に、前期リーグ戦優勝を示す、カップ戦優勝を示す、昇格クラブを示す、広角クラブを示すの記号が付けられる。共に付けられているクラブは2巻である。2015年1月26日、 キッカー電子版は日本語版をスタートしたことを発表した。ブンデスリーガ等では、毎節全試合において、出場選手に対しての採点を発表し、高評価を受けた選手からベストイレブンも選出する。内容に応じて1から6まで0.5点単位での点数評価がつく。数字が低い方が高評価で、1が最高評価、6が最低評価である。 ありがとうございます。